チリ空軍はチリの空軍。チリ空軍の第一歩はフランスで操縦手教育を受けたペドロ・パブロ・ダルトネル中佐の手により1910年12月20日にチリ軍内に航空部隊が設立された。同じくフランスで教育を受けた軍人たちの内数とマヌエル・プラード大員が陸軍航空学校長に就任した。その後陸軍と海軍が保有する。 航空機を統合し1930年3月21日に空軍が創設される。これに合わせて空軍省も設立された。1973年以降の軍政期を経て、1988年10月の国民投票の結果に反発する陸軍に対し、海軍とカラビネーロスラと同調し1989年12月の大統領選と議会選の実施と、 民生委憾への道筋を立てた。空軍兵団局のビル空軍総司令部のもと、以下の職位、組織がある。二千十七年時点で、現役兵総員一万千五0人。固定翼基地理軍の f 十六ほか、事故や老朽化により退役した機体に、バンパイア t 十五六機、バンパイア t 十一十機、バンパイア t 二十二十機、ハンター F が七十一四十一機、 ハンター FR71A6 機、ハンター T727 機、T-33A15 機、ミラージュ 50FC1 機、ミラージュ 50DC1 機、ミラージュ 50CN パンテーラ15機、A-37B44 機、ボーイング727から1341機、カーサ 191BB15 機、カーサ 101CC22 機、キャンベラ PR93 機、 t-37b23 機、t-37c9 機、f-80c18 機、ボーイング707から321バイト2機、ボーイング707から 351c1 機、ボーイング707から330バイト1機、ミラージュ M5L 間25機、ガルフストリーム31機等がある。回転翼機他に退役した機体には、 ベル2121機と S-558 機、UH-1210 機、UH-1D61、e、機、SA-315 バイトラマ7機、MBB5-105CB9 機、MBBBK-117B3 機、SA-330C1 機等がある。クリストファー・ラングトン、ミリタリー・バロンス2007、ラウト・レッジ。ありがとうございます。